こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー、ギフトありがとうございます。ありがとう、こんばんは。こんばんは。いや、お疲れ様でした。ありがとう。今日は本番前最後のレッスン場でのリハでした。もう明日ですからね。だってもう今日チーム E がやってて、ついに明日はチーム S ですよ。早いね、なんかあっという間。今日一宮で衣装見てきた。わあ、嬉しい、ありがとう。私もしっかり肉眼で確かめてきました。すごい、なんか、あー、ギフトありがとう。写真でもまあどこかはまあ馴染みのある場所に飾ってあるので、あー、まあここかって感じの場所に飾ってあるのは一応分かってはいたけど、結構目立ってた、目立ってて嬉しかったですね。嬉しい。期間もね、短くないので、まだまだあるので、ぜひたくさん見に行ってくださいこんばんは。やっほー、こんばんは。私も見てきたよん。思ったより見やすい場所だったね。結構近いよね、見れる距離が。衣装を、こんばんは。なんかガラス越しとはいえ、すごい見やすいところに置かせていただいてるので、こんばんは。ありがとう、ギフト。こんばんは。2月8だっけ、2月8日まで見れるので、まだまだあるから見に行ってみてね。今日写真撮ろうと思ったんだけど、なんか恥ずかしくてやめちゃったそう、なんか人通りがちょっと多くてやめちゃいました。またちょっとリベンジします。どこかのタイミングでまた写真撮ってくる。こんばんは、ありがとう。いやいや、なんかいざ自分の名前がさ書かれててさ、そう、自分の衣装が飾ってあってさ、いや本当に新鮮というか、なんか不思議な感覚でした私が着てる写真まで飾っていただいててさ、そう、すごいニヤニヤしちゃってこんばんは。ギフトありがとう。塩パン満点の下でした。わー、食べてくれたんだ、嬉しい、ありがとう。すごい、私が作ったみたいな言い方いや、そう、美味しいパン屋さんあるんで、で、すぐそこではないけど、ちょっと歩いたら増田神社もあるので、私たちがラーメンを歩いた増田神社もあって、いっぱい
ぱい楽しんでください。こんばんは。紅白のチーム分け、愛知組と地方組。うん、愛知組と地方組でもあり、若い子が愛知ですなんかそう、私パッと見若い子が愛知じゃんと思ってたんだけど、そう、地方組と愛知で分かれてるらしい。でも綺麗にね、年齢が若い子が愛知なんだって。あら、びっくり。こんばんは。ギフトありがとう。私は白組です。白、応援してね。白。白、応援してね。ギフトありがとう。こんばんは。白白を、偶然ですか。うん、普通に白組だから白にしたんだよそう、白組だから白に、白のネイルなんです。こっちが合わせてるから。いやー、もう手の先まで白組ですから、勝つでしょうよ。押すって感じで頑張ります。こんばんは。応援してね、白組明日楽しみで寝れないかも。いや、本番中に寝られても困るんで、寝てください寝てください。こんばんは。こんばんは。明日楽しみだな。ちょっとやばいですね。やばいですね。楽しみです。こんばんは。明日行きます。わあ、嬉しい。ありがとう。来てくれるの？ありがとう。応援して、白組。白、白、白、白。けど私の小学校の運動会は赤ばっかでした赤組ばっかりでした。ちなみに赤が多かったです。こんばんは。
何の曲やると思う？何の曲やると思います？明日皆さんなりに予想してる？まあでも難しいか、予想って言っても難しい。こんばんは。あるといいね。あるといいね。やってほしい曲。急に突き放すのかわいそう。あるといいね。こんばんは。夏メロでモーニング娘。とか歌っちゃいそう。ピースピース好きな人が優しかった。ピース いや、わかんないよ。リハありましたとか言ってて、セトリがなくてその場でかかった曲で歌い続けるかもしれないからっていう無茶ぶりかもしんない。ピース エスケープも歌うと思ってます。エスケープですか？モーニングエスケープ再来するかも。再来しちゃうかも。カムバック、こんばんは。まあ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 、楽しみにしてなさいよ。明日は楽しみにしてなさいよ。ギフトありがとうございます。ありがとう。白組優勝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 。こんばんは。
白組は男性枠。ゆずそれ知らなかったんだけど、紅白歌合戦あれああいう分け方なんだね。ゆずどういう分け、なんかなんでこういう分け方と思ってたけど、そういう感じなんだ。ゆず知らなかったんだけど、普通の紅白歌合戦のさ、知らなかった。私初めてこの間知りました。なんで白と赤で分かれてるんだろうって思ったけど、そういうことねって感じでしたよ。知らなかった。だって誰かが教えてくれるわけじゃないじゃん。だって急にさ、紅白歌合戦ってなんでこうやってこういう分かれ方か知ってるって教えてくれます？教えてくれないでしょ。いやそういう、だって学校とかで教えてくんないもん、そういうの。そりゃ分かんないですよ。だから今まで何20年間知らずに生きてきた。こんばんは。確かに男女混合グループはじゃあどっちなのって感じですね。確かにそれは何なの、どういう、何、なんかメインボーカル的な人が男性だった場合白的な、そこはフリースタイルなの、どっちでもいいですよみたいな感じなんかな。あ、ボーカルの人、あーなるほどなるほど。じゃあ緑黄色社会さんだった場合赤組か。面白い。ちょっと棒読みだったね今、ごめんごめん。面白い面白い。ギフトありがとうございます。ありがとう。ELT 赤組だった。わあ、そうだもん、持田さんが女性ですから。 ELT いいなあ、ゆず生で聞きたいな。こんばんは。コンサート行ったことある。いいなぁ、行きたい。ゆずも私のために開いてくれないかな、特別に。いいなぁ。こんばんは。特別がすごい。いやでもフラジール1曲だけでもお願いします。フラジールだけ聴けたらもう満足です。フラジールとまあちょっとねだってもう1曲追加ぐらいでお願いしますって。ちょっとなんか人のつながりをなんかめっちゃ頑張ったら、なんかともなんかし本当スタッフさんの知り合い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 ぐらいになんかもしかしたらいらっしゃるかもしれないからね、やっぱり。やっぱ世間ってそういう時狭いから、もしかしたらあるかもしれないじゃないですか、巡り巡って。こんばんは。
この間の鉄の声でマピやってました、やってました。やってました。ギフトありがとうございます。すごい、あ、もう下がってくる。あ、なんか忘れてると思った、充電器や。こんばんは。一曲だけコンサートとかなんかみたいな、私が好きなアーティストさんかき集めて一曲だけリクエストする、この方はこの曲を歌っていただいてみたいな、すごい贅沢。そう やりたい、それそれやりたいです。石黒ゆずきプレゼンツかっこ夏メロ多め、すごい、すごくない？ちょっと DJ コーさんのもとやっぱタヨツバ踊ったんで、 TRF さんはちょっと TRF さんちょっとね聞きたいですよね。はい、で過去大阪ラバーをチームエスで歌ってるから、ドリカムさんもワンチャン、ドリカムさんもまあ押してみる押してみる、うん、ってなったらなんかどんどん広がっていきそうじゃない。で、ユニットコンサートの時に早見優さんがいらっしゃったんで、早見優さんもちょっともしかしたらもしかしたらいけるかもしれない。マジどの口が言っとんの、本当。そう、もしかしたらいけるかもしれない。いや、私早見優さんとトークしましたから、ステージ上で。私がよ。この私が早見優さんとしましたから。こんばんは。名前つながりでゆずさん呼んでくれたら行く。うわあ、いいね。私リトグリの方のお写真撮ったから、それを見せたらワンチャンリトグリさんも呼べるかもしれない。ちょっと夢が広がってきました何年後にかなうでしょう。
絶対無理や。そう、あの時の私です。で、西野カナさんのライブも行ってるから、この時のツアーのタオルありますって言ったら、ああなるほどみたいな感じで、今お休み中だけどもしかしたら復帰してくれるかもしれない。平原綾香さん、確かに私ジュピター聞いてるもんね。すごい意外とさ、いいんじゃない。今怒られる怒られる、誰かに怒られそうだからもうやめよう。やめよう、ちょっと。やめよう、やめよう、ちょっとやめましょう。すごい権力者に見えてきた。もしかしたらそうかも。あとはどなたがいるかな。いや、なんかワンちゃんいないかな。こんばんは。ラーメンのコラボステージすごかった。いや本当にさ、そう、なんか待ってるさ、待機場所がもう寒くて寒くて、でももうその寒さに耐えながらのジュピターがもう豪華でした。何言ってんだ。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。今日は早く寝る。いつも早く寝たいな今日。昨日は3時ぐらいに寝ました。違う、3時ぐらいにベッド入ったけどなんか寝れなくて、気づいたら寝てたなって感じだった。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとう。早く寝たいですね、今日は。でも家政婦の三田を見たいね。けどそんなことしてるなら、絶対リハブイ見た方がいい。明日も朝早い。いや、早くはないです。ニクルンがほっぺつねられてる写真送ってくれた。あー、もうバメですか。そう、今日なんか隣にいたからなんか出演 してあげた手を。むっちゃ上から目線で無理。出演してあげました。手を出してあげました。こんばんは。ミクロンは同い年だよ。一緒に成人式に出るよ。明日楽しみにしてます。ありがとう。楽しもうね一緒に。でもアバターが奈々ちゃんだ。敵や。敵ですか、もしかして。私白組だけど奈々ちゃん赤組だよね。敵。
まあ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 、そこは仲良くいきましょう。白白白白、こんばんは。でも明日はライブ前にショールームしておきたいな。なんかあんまりさ、そのライブの余韻に浸りながらショールームするのも好きだけどさ、なんかゆっくり感想を聞きたいからさ、だから明日やっときたいけど、朝はちょっと起きれなそうなので、うん、そう、開演時間もね遅いからね。そうなんですよ、開演時間遅いイコール帰ってくる時間も遅いので、さあどうなる。こんばんは。まあ、チラッと配信してると思うのでチラッと配信してると思うので、見てください。さすがにちょっと本番前にやっときたいなっていう気持ちかな。こんばんは。いやでも楽しみだな。私ダイヤモンドホール行ったことないかも、だから初めてステージ立つかもしれない、ダイヤモンドホール。だからすごい楽しみ、それも込みで。多分立ったことない気がする。ダイヤモンドホールってでもあんまりさ、なんかチームとかで使うイメージないんだよな。多分ない気がする。わかんないけど、ゆずぽペンライト振ります。ああ、ありがとう。こんばんは。ちかこさんも初台本らしい。あ、そうなんだ。それは私も初めてだわ。ゆずぽソロライブとかどうですか？つに点々なのでやり直しです。
やり直しです。ソロライブね、いやちょっと私にはまだできないです。こんばんは、やり直しです。もう一回出直してきてくださいこれから使っていこうかな、間違えてたら。間違えてたらこういうこと言うようにしようかしら。いまだにおるもんだって、私のことをいつまでも覚えてくれない。私そんなに覚えにくい名前知ってる？まあ仕方がないやね。なんかさ、もうゆずっていうさ、あの食べ物があるから、もうそれを連想しちゃうとすに点々になるもんね。仕方ないよね、仕方ない。そう、もうなんかアルファベットがようわからんのだよね。そう、よくわかんないわ、その辺。ギフトありがとうございます。ありがとう。パスポートどこにあるか分かんないやん。もう絶対切れてる。でもね、ゆずパスポート今多分今の写真で使おうと思ったら、まあ切れてなくて使おうって思っても多分本人確認できないぐらい顔違う。小学校のなんかむくみとかを知らない小学生が撮った写真だから、なんか顔パンパンなんだよね。顔と目パンパンなの。本当誰って感じの顔してるから、多分通してくんないかってぐらい顔違う。もうでも多分切れてるから使えないだろうけど。なんかでも意外となんか顔面影があるタイプなんですよ。小学校からとかでもなくて、普通に赤ちゃんから、もう親から、私この顔で生きてるからさ、そう親からこれなんで、そうあのね、意外と変わんないんですけどね。そう、笑った顔がねマジで変わってないんだよ。それはそれでどうなのかと思うんだけど。こんばんは。だから本当に昔の写真見ても本当にな、変わってないねって感じの顔なんで、そう。こんばんは。リハさん、お疲れ様、ありがとう。ミラーボールもありがとうございます。ありがとう。ギフトもありがとう。最近はでもすごいママに似てるねってよく言われるようになりました。ここ最近で、急に1年ぐらいで最近ね。そう、なんか別に似てないですとも思わないんだけど、そんなに言うってぐらいみんな揃えて言うからさ、多分似てんだろうね。
意外と43分だ。ちょっと何分に終わろうかな。50分になったら終わりますね。いやでもね、顔は妹はねマジで似てないです。声はそっくりだけど妹と顔は似てません。まあ、全部が全部違うってわけでもないけど、妹見てて別に自分に似てると思ったこと一回もないなってぐらいには似てないけど、でも姉妹って言われれば確かにって感じまあでもそういうもの姉妹って竹内さんと似てると言われたことありますか？ないですね。言われるならママだな。遺伝子を感じるってメンバーに言われた。そう、体がもう一緒なんですよね、体型が。そう、並んだらになんかフォルムが一緒って感じなんだけど、顔は別に似てないけど体の作りというかなんかそういうのは似てるって感じです。そう、フォルムが似てる。お父さんとは似てない。でも血液型がお父さんと一緒だからそこら辺の面では似てるかなって感じだけど、なんか性格っていうか、なんか考え方とかなんかちょっとなんだろう、こういう場面になった時にどういう考えになるのかみたいなところは似てるけど、顔とかそのなんか外見は似てないです。ただ考え方とかこう言われた時にこう言うとかは似てるみたいな感じ。でも AB 型だからね、あんまいい印象がないんだよね、 AB 型だとね。そう、そこは血液型は一緒なんですよ。だからそう、すぐママには出た AB 型って言われるもん、よく。はい、そうやってまた AB 型でって、そういうとこだよって言われますよく。食べ物の好みは誰に？食べ物の好みはでもママの方のお父さん、おじいちゃんがすっごい魚が好きで、今でもなんかその季節とかになると魚釣りに行ってるらしい。だから魚が好きなのはそっちの血筋かなみたいなのはあるけど、関係あるんかな、魚が好きなだけで似てるみたいなのはどうなんだろう。でも私のこのフォルムスタイルはおばあちゃんからなので、そう、ママの方のお母さん、おばあちゃんなので、そう、そこら辺はそっちを受け継いでるかもしんないそう、アユ釣りに行ってる、よくめっちゃくれるの、アユめっちゃ料理上手。年末年始お寿司絶対に握ってくれます。そう、絶対お寿司握ってね、食べろ食べろって言ってくれる。いつまでもなんかずっと食べれる人間だと思われてる、すっごい。そう、いつまでも育ち盛りだと思われてるから、すんごい量
作ってくれるけど、あとあれがめっちゃ美味しいです。なんかね、きゅうりとタコの酢の物みたいなのが絶品です。マジで美味しい。いや本当にマジで美味しいです。もうなんか結構一生食べれそうなぐらい好き。もうなんかほんとこれぐらい欲しいもんこれぐらい欲しい、それぐらい美味しいです。わあ、なんかお寿司食べたくなっちゃった。お寿司食べたいな。こんばんは。ダイヤモンドホールの近くにもあるな、美味しいお寿司屋さんある。抜け出していこっかな、メイク時間とかにさらっと抜け出していきたいかもさらっと抜け出していきたいかもしれない。そろそろ終わりますか。50分だ。ありがとうございました。今日も明日は本番前に15分だけ、15分20分ぐらいだけやりたいなって感じなので、ちょっと朝は無理、朝はちょっとやらないと思うんですけど、お昼かな。またなんかファンの皆さんが見る、なんか見や、できるだけ見やすいような時間にやりたいなと思ってます。ありがとうございました。ピース。おやすみなさい。ありがとう。またね。また明日。バイバイ。また明日ね。おやすみ。ありがとう。また明日ね。おやすみ。バイバイ。